田部駅に到着でございます。山陽本線はこの次の下関、文字まで行くのかな、ですけれども、ここで山陽本線は終わり、山陽本線ここまでは乗っておりませんけれどもね、ともかく大変ですね、ここまでも長い旅でしたが、あと一駅で本州は終わりでございます。波多部、後ろ見るとなんか置いてあるんですね。これ私もね、着いた時大変びっくりしたんですけど、これ知らなかったんですよ。偶然置いてある。これはね、すごく素晴らしく珍しいものを見ることができております。昨日 SL 山口号に乗車をする予定でしたが、残念ながらね、予定というか、乗りたいと思っていたんだけれども、運転日ではありませんでした。今度ですね、 SL 山口号、実は9月からだったかな、新しい客車になるんですね。新しい客車といっても古い客車です。35系という昔、もう戦前に作られていた車両ですが、これを JR 西日本がまた新しく作るという40何年ぶりの新型製造、これがですね、ここに今新しくちょうど置いてあるところ、新しくお披露目して多分持っていくところかな。大変貴重なものを見ることができてね、驚いております。大昔に製造されておりましたこの35系客車ですが、現代風にね、こう新しくなってるんですね。ちゃんとオロテ35401と書いてありますが、これはつまり展望車ということで、手というふうについております。4000番というのはね、普通まあシリアルナンバーは1番からですけれども、これは多分現在のその新型、しかし古い旧型客車ということで、この4000番を使っているんでしょう。またこれは完全にマニア向けのご案内になりますけれども、 JR のその客車には重さを示すための後方なオースマーカという7種類の文字がですね、頭につくことになっていて、なというのは今までね、もう全滅していたんですけれども、これにて復活でございます。まさか復活するとは思わなかった、軽量のな級の客車でございます。来たやつもね、また奇跡的に、素晴らしいことが起こったんですけど、鉄道マニアでない人にとってはね、別にそんな説明しても大したことはないので、説明はしませんが、今はなかなかね、マニアですとこれは大喜びせざるを得ないみたいな感じでしょうか。そろそろ途中下車しようと思ってね、去るところだったんですね。でなんか鳴ってるなと思って見たらららみたいな感じで急いで撮ったんですけど、ね、ちょっとあんまりうまくはいってないかな。でもまあそうは言ってもですね、あとこの階段を登るのが10秒早かったらちょっと終わってましたので、これはラッキーだったと思う方がよろしいかと思います。やっぱり説明しとくことにしますけど、さっきの EF6627 ってあの機関車ね、見ると鉄道マニアがね、発狂する、文字通り発狂するような、私あれが来て発狂してる人はね、数多く見てきましたので、発狂するような機関車なんですね。でしかもなんかあれの横に並んでるともなれば、それはもうね、もうそれをとなんかね、もうめちゃめちゃに暴れちゃって、なんかあばや人身事故が起きかねないレベルの大変なことがさっきあそこで起こっていたんですけれども、とりあえずですね、列車は無事通過していきました。それはね、人身事故なんか起こんないですけど、
あのね、JR 貨物ってのはなんかこういう時にね、肝心な時にすごいなんか、何これ絶対わざと狙ってるよねみたいな、あの運用っていうのをね組んでくれることがあってですね、前になんだっけな、JR 四国のねまたすごい古いやつをね、あの運んでくるなんていう時も、その牽引担当の機関車がね、また見ると鉄道マニアが発狂するようなものをね、わざわざね選んできて、絶対わざとやってんだろうなと思いながら私も見たものでございます。カーネル・サンダースがね、道頓堀川で泳いじゃうぐらいの大変なことがね、もう起こったわけですから、鉄道マニアとしてはもうなんか十分満足してですね、ここであったら待ってて、水風号とのね、同じホームではないんだけど、ちょっと横を通るからそれを写真撮るかとかね、いろいろ考えてはいるんですが、まあとりあえず、旗部工場へ来たのはね、まあ旗部工場って言っちゃいましたけど、旗部駅に来たのは別の目的がありまして、旗部工場ってものがね、ここすぐ横にございます。 JR 西日本有名な工場でして、鉄道マニアの間ではね、よくネタにもんかもされるんですけども、まあとにかく伝統ある工場です。車両の解体とかね、そういうのをよくやりまして、使わなくなった車両なんかはここによく置いてあります。そして工場の裏手までね、回ってきました。ここからはね、なかなか貴重なものが見られます。これだけでも十分鉄道マニアを発狂させることは可能なんですが、まあ、本日のはですね、だから発狂というよりも狂い死にさせることが可能なレベルのことが、まあ、さっき起こったということですね。こうボロい電車が見えておりますが、あれは昭和3年製の、クモハ、なんだっけ、クモハ11、12な、そんな感じですね。こっちはね、あんまり私も詳しくないんですけれども、相当古いもので、昔の電車でございます。私はすいません、そのぐらいしか分かりません。それに対しましてね、ここにおりますのが、ご高齢のキハ120ではなく、これはねどうでもいいんですね。試運転って書いてあるの、これ珍しいような気もするけど、まあ別にいいです。こっちにですね、顔半分だけ覗かせております。これが、こっちで合ってるはずなんですよね。クモハ、これが42というもので、これがですね、なんと2003年まで、この近くの小野田線というところでね使われておりました。普通に走ってたんですね、あんなボロっちいのは。あれは昭和8年製です。確か満州事変の起こった3年後ぐらいにできたやつなんですね。あれはしかも現在でも一応はですね走ることができるというふうになっておりまして、現役の車両なんですね。長い間走っておりませんが、一応走れるということになっております。そんなクモハ42型ですが、この車両はね現在の鉄道車両、関西の近畿圏など走っております新快速電車とかね、ああいうのの礎を作ったようなものでございまして、その設計思想がね現在にまで生かされておりますと、ちょうどね見たところでまた試運転もやってんですね。なかなか見ていて楽しいところでございます。このね、あのクモハ42とかと、あの今走ってるのはね、本来その設計された年はもう同じですから、ほぼ同じですからね。だからまあ、ほとんど同年代ということになるんですが、ね、つまりあれをまた新しく新品を作ったってことですからね、やってることはそれと全く一緒ですから、これはかなり奇跡的なことでございまして、JR 西日本にはですね、もう鉄道マニアはなんかもう感謝のもう言葉を延々と書いて、送信しなければならないように私は思います。関係はないんですけれども、先ほどここまでの山陽本線に乗ってきた時にね、まあ、座席が結構混んでましたんで相席をしたんですね。向かい側の方は、まあ、60歳か70歳ぐらいかな、そのね、ご高齢の女性でしたが、ちょっとですね、私の顔を見て、あれもしかして鉄道の旅をされてる方、ああこの方視聴者かとか、まあ、たまにね視聴者の方に全然何もなくてもね会うってことはあるんですね。なんですけれど、その方ただの視聴者ではなくてね、私の友人 JR 九州で勤めているのがおりまして、なんとねその方、私の友人のそのおばさんだったんですね。びっくりしましてね、そんなことってあるんだと思ったんですけれど、これからトワイライトエクスプレス水風を見に、下関行かれるということでした。私も、ね、行きますので、またお会いするかもしれません。それでは
西日本旅客鉄道株式会社執行役員広島社長伊勢馬車組よりご挨拶申し上げます。ご紹介いただきました JR 西日本伊勢でございます。車掌さんから車外放送がされておりまして、お客さんすいません外に下がってくださいと、そういう風な放送がずっとなされております。ただいま車掌さんがですねこう名乗った時に列車長の長野と申しますという風に最初に案内があったんですが、実はね車掌さんの正式名称というのは列車長なんですね。略語を JR の中で使う正式な略語としてはレチという訳し方をしているんですが、これは列車長の略でございます。でね、列車長という案内がお客さん向けにされたのはこれは相当久しぶりなんではないでしょうか。戦前などではしていたと聞いたことがありますけれども、近いうちというか、こう近年に車掌さんが自分のことを列車長のなんとかと申しますと言ったのはこれは本当に久しぶりと思われます。もしかしたら JR になってからでは初めてのことだったかもしれません。いつまでも見ていたい水風ですが、もうそろそろ次の予定がありますから16時54分発の、これはトワイライトではない、これが九州方面の、ね、普通列車山陽本線でございます。
いよいよこれでね、九州に入るというわけですから、本州とも分かる、ね、あちこちでも話しかけられていて、なかなかこう撮影する機会もないので、なんか無視しながらね、になってしまってるんですが、これは大変申し訳ないことであります。電話の電源。